日常演舞の食歌日記にようこそ。さて本日の演目はこちら。それでは演舞開演。ちなマクドナルドの新作グラタンのふわとろの卵濃厚練りグラタンとビーフシチュー、そしてホリデーシーズンフルーリーに塩を絡めたいと思います。あとマックのやつも来るんですけど、ただフルーリーが溶けると嫌なので先に食べちゃいますね。それで、はい、来ましたカフェメニュー。右からカシスチョコケーキ、ストロベリーカシスマカロン、ホワイトチョコモカ、そして奥に見えるのがキャラメル塩フラッペ、塩キャラメルフラッペか。赤と白がいかにも年末クリスマスという現象ですね。こちらも食べていきますよ。チャンネル登録よろしくお願いします。こちらの濃厚グリグラコロカラー、おー、どんな感じなのかな。おっ、崩れる、なんか見せたかったんですけど、このように崩れるので、もうこのままいきますね。では、いただきます。はい、すみません。今年も来たね、マクドナルドの風物詩。どう、まろやかになれた？サクッとしてる？どうかしら、どうかしら。とろーっと、とろける味わいやデミグラスソースのコクもいいんですが、何より卵の味が今までのグラコロにない美味しさを出していますね。ビーフシチューパイもデミグラスのコクが効き出していますし、マックカフェの塩キャラメルも塩が入っていることで甘さと冷たさがしっかり染み渡る。あと、マクドナルドのフルーリーだって、ストロベリーの甘酸っぱさ、プレッツェルの、おっと、チョコカシスケーキは少し大人のビターな味わいで、マカロンはさっぱり甘酸っぱい、そしてホワイトチョコモカはグラスなのにですね。どれも美味しいです、やっぱり。ごちそうさまでした。最初に食べたこちらの濃厚デミグラコロン、デミフワトロデミグラコロン、中にあって卵ソースのホットホワイトサクッとしたグラタンコロッケのこのさらに濃厚なホワイトソースで、さらにお肉の旨みがあるデミグラスがどれもうまく絡まっているとっても違う。今まで食べてきたグラコロとはまた違った味わいが出ました。そしてデミグラスといえば、そのビーフシチューパイの中からお肉の旨みがじわっと噛んだ瞬間に広がってきて、デザート系のパイとはまた違った良さがありました。そして2種のマックフルーリー、そのキャラメルナッツの方はキャラメルの甘さと香ばしさ、そしてナッツのザクザク食感が感じられましたし、そのストロベリーココアクッキーは通常のオレオンフルーリーにちょうどいい感じでイチゴの酸味が加わったことによってまた違った味の広がりを感じられます。で、一方カフェメニューの塩キャラメルフラッペは塩が入ったものでよりキャラメルの甘さが引き立っており、冷たいのにしっかりと味わうことができました。そしてマカロンと、マカロンはサクッとした生地の中で甘酸っぱいカシスの香りが広がっていて、ストロベリーはそんなに感じ強くなかったですね。なのであくまでカシスを引き立てる役割としての立派に存在していました。そう、次カシス系チョコケーキはチョコレートのケーキ、かなり苦くてカシスの甘酸っぱさとよくマッチしていた少し大人向けのスイーツですね。そしてこちらのホワイトジョンがグラスなんですけど、ちゃんとあったかいんですね。チョコケーキは冷たいかなと思ってましたけど、冬に温まりたい時には、温まって、あ、なおかつ甘い気分になりたい時にはちょうどいい。そんなまろやかさがありました。今回食べたんですけど、カフェメニューの中にはやはりこの塩キャラメル。そして、やっぱり、マクドナルドの日本メニューやこのグラコロが、どちらも旨味の、単純ではない、深みある味わいでとても美味しかったので、今回は2社を代表としてご検討させていただきます。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただき、動画を拡散していただけると嬉しいです。演目終了。本日の演目はお楽しみいただけましたか？チャンネル登録、コメント、高評価していただけますと嬉しいです。ではまた明日の演目でお会いしましょう。それでは、さようなら。